速報エムバペ VS クリロナ、地上波で放送決定きたー。じゃあアズナブルになりなさい。日本関係ない試合でなんで地上波なの？エムバペ、ネイマール、ブスクリロナだから。イバンインしか日本に馴染みのある選手がいないんだが。放送するならせめてインテル戦だろ。なんだよレミノって。ドコモが金出して呼んだの？それともランマー？客席ガラッガラなんだろうな。もうロナウドで客呼べる時代じゃないのにずれてるんだよ日本。こんな暑い時期にわざわざ日本に来てサッカーとか変わってるな。体壊すだけやろ。こんなの放送するぐらいな女子ダブル入やんなよ。エンバペは移籍するか越されるのにたくネイマールは怪我中だぞ。エンバペとネイマール試合出るんか？本来は PSG メッシ対アルナスルクリロナをやるつもりだったんだろうな。メッシもいないしツアー写真からエムバペも消えてるらしい。エムバペとネイマールがいなくてブサイクなチョンのクソガキを出したら客が一斉に帰り出すぞ。女子サッカーさんがかわいそうすぎる。もしよければチャンネル登録お願いします。